丈夫。ダメ、間に合わない。大丈夫だ。もっと上よ、上。もう、わざとやったのね。ブリッジに行かなきゃ、艦長のインプラントチップを使ってオータムを自爆させることができるわ。オータムが爆発すれば、ヘイローを破壊できるはずよ。
ちょっと留守にしただけなのになんてことなの。少し待って。できた。これなら爆発した時にヘイローから十分離れた場所まで逃げられるわ。残念ですがそれは不可能です。またあんたね。愚かなこと。ヘイローを破壊してもグラントが全滅する保証はありません。それがヘイローの存在理由です。システムに割り込まれたわ。一匹でも生き残れば、そして新生命体と出会うことがあれば、その瞬間から爆発的に増殖するのです。今となってはグラントすべてを抹殺するのは不可能です。だからこそグラントの餌を死滅させなければなりません。知的生命体を存在させてはいけません。それがヘイローの機能です。自爆シーケンスを止められたわ。なぜ抵抗するのです。フォアランナーの遺産を無駄にしてはいけません。フォアランナーの意志を継いでください。通信チャンネルはまだ使える。奴はどこだ。センチネルは船の至るところに。モニターはエンジンルーム。核融合炉を制御システムから切り離されたらカウントダウンを再開できなくなる。エンジンシールド一つ破壊するのにどれだけの火力が必要なのか。グレネードで。十分よ。センチネルよ。
ださいな。ダメ、船を自爆できないじゃない。モニターが全てのコマンドアクセスを使用不能にしているわ。残された手段は船の核融合炉を爆破するしかない。経路を破壊するためのダメージとしては十分だわ。心配しないで、ちゃんと教えるわよ。核融合炉の資料にもアクセスできるわ。まず核融合炉につながる排気管を外すのよ。核融合ドライブコアにつながるシャフトが見えるようになるわ。治療が必要ですか？いいわ、これで4つある核融合炉の1つを直接破壊できるわよ。炉心室を保護する磁気抑制フィールドを不安定にするには連鎖的な爆発を起こすことが必要よ。グレネードかロケットランチャーを使って、ないならエンジンルームの入り口近くにある武器庫で補給してきて。
私たちは任務を果たしたのよ。地球のためにね。コブナント艦隊だって撃破した。そしてフラットも。ヘイローか、終わったわね。いや、たった今始まったばかりさ。